サダマサシサダマサシのディスコグラフィサダマサシ白書リサイタル92サダマサシ白書リサイタル92は1992年4月25日に発売されたサダマサシのライブアルバムである会場となった東京厚生年金会館1992年2月25日に東京厚生年金会館で行われたコンサートのライブ録音であるグレープ時代のライブ 三年坂以来、九作目のライブ版にして初めて編集を加えず、サダのコンサートの特徴の一つであるトークも含めて、コンサートの内容をほぼ完全収録した公式アルバムとなった。当時のバックバンド、亀山社中からドラムスの井上とエレキギターの立山を外し、代わりに弦やオーボエを加えて演奏され、選曲は関白宣言や、 カかし、同家氏のソネットといった一般的によく知られた作品を中心にまとめられている。性質に変調をきたしていたため、全般を通じて、サダの声は通常よりかなり鼻声になっている。北の国から夢ばかり見ていた、フレティもしくは三郷外ロシア疎開にて弾く、同家氏のソネットトーク、カカシかしパク宣言トーク、ひねハシ八歳時キトーク無縁坂精霊流し、 トークシャボン玉故郷、コスモストーク前夜戦友会トーク幸せについて、主人公、トーク奇跡トーク風に立つライオン亀山ロイヤルグランド、オーケストラ、ありがとうございます。